ナンバー、アイ、未知の力が秘められている。衝撃の真実に迫る、驚愕。ナンバー、アイが地上波に姿を現す日は近い。ナンバー、アイ、というグループは、まるで魔法使いのように、不可能を可能にしているように感じられます。彼らの物語は、信じられないほどの困難や支援を乗り越え、最終的にスタートラインに立ったように思えます。彼らの天才的な才能と、クリエイティブなチームやスタッフ、 そして彼らに関わる全ての人々が同じ目標に向かって一致団結しているように見えます。地上波のテレビ局はまだ彼らに注目していないようですが、ラジオや SNS を通じて彼らの影響が世界中に広がるのは時間の問題でしょう。岸くんが25アンズのインタビューで述べたように、これからだと思っているという彼らの謙虚な姿勢には尊敬の念を禁じ得ません。私自身も初めてナンバー、愛の曲を聴いたときは、 その魅力に圧倒されました。ナンバー、愛が彼らを称賛しているなら、間違いありません。彼らの曲は癖になり、カップリング曲も素晴らしいものです。ラジオのトークでは、彼らの本音を聞くことができて、とても嬉しかったです。彼らが様々な舞台に戻ってきているのを見ると、本当に喜ばしいです。しかし、彼らの挑戦はまだ始まったばかりです。私は彼らがらなる挑戦に立ち向かい。 成長していく姿を見たいと思っています。そうした中で、岸くんがリーダーを続けるべきかどうかは気になるところです。しかし、リーダーとしての役割は岸くんにしかできないものでしょう。私たちは彼らの未来に精一杯の応援を送りたいです。そして、彼らが常に健康で笑顔でいられることを願っています。この物語はまだ終わっていません。ゴートは、これからも新たな挑戦に立ち向かうでしょう。 あなたは彼らの挑戦についてどう感じますか彼らの成功の秘密は何だと思いますかそして、岸く君がリーダーを続けるべきかどうか、あなたはどう思いますかゴートの物語は、まるで永遠に続く冒険のようです。彼らは常に新しい挑戦に立ち向かい、自分たちの限界を超えようとしています。その姿勢は、彼らがどれだけ成長し、進化し続けているかを示しています。彼らの成功の秘密は、 おそらく彼らの情熱と才能にあるでしょう。彼らはただ音楽を作るだけでなく、自分たちのメッセージや価値観を表現しています。彼らの音楽は長寿に強く訴えかけ、人々を感動させます。さらに、彼らの謙虚さと努力も彼らの成功に不可欠な要素です。岸く君がリーダーを続けるべきかどうかは、彼自身とグループのメンバーが最終的に決定することでしょう。 しかし、岸くんのリーダーシップはグループの結束力と成功に大きく貢献していることは間違いありません。彼の決断力とビジョンはグループを常に前進させる力となっています。彼らのファンやサポーターとして私たちは彼らがこれからもさらなる成功を収め、彼らの夢を追求し続けることを願っています。彼らの音楽とメッセージは世界中の人々に希望と勇気を与えてくれます。ゴートは まさに革命を起こす力を持ったグループなのです。